はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はゴーニートイズメガボックスからの MB04 ロハン75いきたいと思います。で、こちらね、前回 MB03 のボクシーやったんですけども、今回はね、ロハン75 でキャラ名なのかな。で、このスキンって書いてあるところが、まあ、このような文字書いてあるんですけど、作り物で、この文字が機械とかからくり、まあ、そういった意味合いがあるみたいなんですよね。で、もともとこのロハンっていうのは中国の偉人で、古代の職人さんらしいんですよ。機械とかね、からくりとかそういったものを作ってた職人さんのモチーフのキャラで、今ここにね、ゲームのホームページの画面入れるんですけども、まあ、いろいろいる中で、まあ、ロハン7号で、まあ、いろんなタイプがねいるみたいなんですけれども、今回黄色で、まあ、キャラ的には、はい、まあ、射撃得意みたいなんですよね。で、まあ、こっちのね MB03 が、まあ、魔法使いキャラだったのに対して、今回は、まあ、射撃得意みたいな、そんなキャラです。まあ、人かと思いきや、ちゃんとこれね、からくりの人形なんだね。はい、そんなわけでね、ちょっと見ていきたいと思いますけども、はい、ビーストボックスがもう獣からの変形に対して、メガボックスが何かとね、キャラのコラボといったところ、はい、で、トリセツ、あ、これ、なんだっけ、ホームページに出てた。で、スペックカードがなしで、カタログのみ。で、本体。キャラ的には小さいんだね。で、背中に大きなバックパック。あ、ちゃんと7番って書いてあるんだね、7号。で、これが銃で、もう一体、もう一体、あと2つあるのか、パーツ。はい、で、こちらが竜を模した銃なのかな。あ、ちゃんと方針がついてる。で、もう一つ、これはミサイルみたいな形状です。で、ミサイルセットで、銃型の武器をセット。はい、今ね、ぐるっと前景見たんですけども、いや、かわいいな。まあ、人と思いきや、これ、からくりロボなんで。で、右手には、竜の頭を模した銃。で、これがね、取り外し可能。まあ、先ほど持たせたんだけどね。そうすると、拳があって、で、左手の方は、もうこれ、拳がなし。もう、銃なんですよね。でね、ここ、ボタンを押すと、まあ、そんな強くはないんですけど、飛びます。で、その他の可動としては、肘がボールジョイントと、腕の付け根もボールジョイント。で、反対側も同じ。で、足回り。足の付け根もボールジョイントで、膝が可動。で、あと足首か。で、背中。はい、ではね、変形いきましょう。ボックスモードへ。はい、この銃なんですけど、腕につけた状態でも変形はできるんですが、まあ、今外してるのでこのまま変形いきましょう。で、角を正面で、ここのパーツを正面で上に上げる。で、さらにこの黒いパーツも含めてこのように変形で、頭部なんだけど、このね、髪の部分のひらひらを上にで、お団子部分を下に、ちょうどこんな感じ。はい、続いて背中の箱なんだけど、これをね、一旦上に上げて、下側、これをね、開く。で、開いたら、今度はね、閉じる。まあ、箱に入ってた状態のね、この大型のボックスになります。はい、変形させた銃を右手拳にセット。で、ミサイルはね、一旦ね、外します。で、続いてこのね、バックパック。これと頭部が連動してるので、一緒に。こう上げて、で、今度はね、箱だけ下ろします。こう。で、足は膝から90度に折り曲げる。で、今度はね、かかと同士くっつけるので90度回転。ちょうどね、
まあ、回転させると凹凸ができるので、ここでねセットで足を合わせたら、足の穴とこのボックスの突起、これを合わせて止める。そしたら足の付け根から中心に合わせて、で今度はね突起と左腕側はここのね突起で、右腕側はここの突起、これをちょうどね膝のこの穴に合わせて止める。はい、これねちゃんと位置調整してから止めないと、腕の突起がねなんかポキッといきそうな感じで、すごく怖いので慎重に。まとまったかな。はい、でこの髪飾りのひらひらをボックス側に下ろす。これでロック、まあ、ぐらついてたのがこれによって止まりますね。はい、これでボックスの完成。でミサイルなんですけど、ヒンジがあるのでここから折り曲げます。でこのミサイルなんですけど、止める場所がないんですよね。なのでここら辺の隙間に放り込むのが一番いいかなといったところ、まあ、ちゃんとあの止まってるわけではないので、ひっくり返したら当然取れます。まあ、ゲッターとかエイリアンとかね、まあ、付属品はしっかり止まってたんだけど、これに関してはなぜか、うん、ここ止まり、ちょっと中途半端な感じが見受けられるかなといったところ、まあ、これでボックスの完成ですね。で鍵穴で鍵を挿したら変形してメカになるっていう、そんな設定で遊んでも面白いのかなといったところ。はい、そしてボックスチャージャー、まあ、しっかりと収まりますけど、なんかでもねこれ今までのビーストボックス、メガボックスに比べるとちょっとね、まあ、変形後のボックスモードがなんかなっていうのはちょっと思いますね。ギッチギチに密度が詰まってるわけではないんですけど、まあ、このキャラがねめちゃくちゃ好きだったらたまんないかな。はい、それでは戻し変形いきましょう。比較的簡単で、あのもう一個のね緑のメカボクシもそうだったんだけど、まあ、ボックスから人型にする方がねすごく簡単。なんかちょっとね止まってる部分を外してって調整していくだけみたいな感じなので、すごく簡単。ただやっぱこう注意しなきゃいけないのが、やっぱりこれだよね、腕の内側のここ、この突起がね折らないようにだけ注意したいところで、あと足回転か、足回転のカビ飾りのロック、これを外すで、一旦ボックスを上げて、頭部と連動してるのでこう送ると、で一度ねこれを上に上げる、でボックスを縮める、で下ろす。これは斜めがデフォルトみたい。ちょっとね取説書いてなかったんですけど、まあ、他のこのねロハン7号動画なんか2つぐらいしか出てなかったんだけど、みんな斜めになってたんで、これでありかなといったところです。であと腕ね、で先ほどのミサイル、これを伸ばす、伸ばしてセット。であとねこの武器ね、これ腕つけたままだとちょっとこの黒いパーツが腕にね干渉するんで、ちょっと広げてあげる、まあ、取り外してもいいんだけどね、広げてあげて、で角、はい、これで完成、ロハン7号。まあ、難易度的にはね、まあ、1個前にやったこっちに比べるとすごい簡単。はい、そんなわけでね、今回の動画は中国のスマホゲームの王者の王の栄光かからのロハン7号からくりメカでした。はい、前回ねこちらのボクシーやったんですけども、まあ、この2体の関係的には、まあ、敵同士っていう話をね聞いてるんですけど、まあ、実際どうなんでしょうかね。でこっちが射撃アーチャーで、こっちが明治魔法、そんな位置づけです。まあ、ここから先もね、ゴーニートイズのメガボックス、ビーストボックスシリーズなんかめちゃくちゃ出るようなので、すごくね楽しみ。なんかエビだっけ、ザリガニだっけ、なんかねそういったのとかね、クジラっぽいのとか、すっげえ楽しみなのがいっぱい出てくるんで、まあ、今後もねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、そんなわけでね、以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。
まあ、こちらの方もよろしくお願いします。